おはようございます。今回はこれいきます。題としては、自分の言葉で再現できなかったら自分のものではない。再現ってことを書いてあります。これ表現っていう意味でもあるんですけど、なんで再現って書いたかっていうと、人のことを聞いて伝えるっていうことをこれ基本にしてます。そういうのを前提で私今話そうとしてます。で、それはこの言葉からなんです。学んで思わざれば、すなわち暗く、思いて学ばざれば、すなわち危うし。非常にこれも有名な言葉です。論語の中でも5本の指に入る言葉ですね。で、よく小学校の校長先生が卒業式の時に児童に書いてあげるっていうのは、これよくやるんです。で、学んで思わざればすなわち暗く、思いて学ばざればすなわち危うしの中の、学んでっていうのは前言いましたよね。これは教科書でやるとか映像でやるとかじゃなくて、これは先生とか師、あるいは上司について、学んだこと、自分のものにしたってことです。で、それを思わざればっていうのは、そのまま、受け売りしちゃって、何の批判もなくパーって言っちゃったらば、自分のものじゃないでしょ。それはその先生の言ってることですよね。だから、自分の中で咀嚼しなさいってこと、これ思いなさいっていうのはね。咀嚼ってありますよね。噛み砕くってことです。噛み砕く。噛み砕くは本当の言葉ですよ。自分の頭の中で、心の中で、経験の中で咀嚼しなければ真っ暗だっていうのは、盲目だってことですよね。先生の言ってることをそのまま受け売りしちゃうから、盲目である。で、逆に先生が全くいなくて、お、いいこと思いついたとかね、これは新しい発想だ。で、自分で思い込んじゃって。大体新しい発想っていうのはね、一人が発想したら300人は発想してますよ、世の中ではね。で、それを行動で移すかどうか、行動で行うかどうかなんですけども、自分で発想して思って、でもそれはどういうことなんかな、大丈夫かなって言って、裏を取るってことですよね。学ばざればっていうのは、裏を取るってちょっとおかしいですけども、自分で発想したことっていうのを、誰か文献であるとか、先生であるとか、上司であることとか、周りの人が言ってるかどうかですよね。そういうようなことをちょっとでも言っていたのは古いって意味じゃないですよ。そういうような方針っていうのが一体世の中で許されるのかどうかっていうことをよく考えて、先生から聞いてもね、許しを得てもいいんですけども、そうしなかったら非常に危険であるってことね。独りよがりになっちゃうからね。思い込みでやっちゃうのは非常に危険です。一人で革命を起こすようなもんです、これは。で、これはね、もともとこれ、孔子という人たち、あるいは中国の古典の中では、いろんな言葉があります。いろんな言葉があるんですけども、その言葉っていうのは言った人がいるんですよ。で、言った人は何かの経験のをもとにして喋ってるんです。さあ、それはどんな経験かっていうことを、自分で思い描いてやるってことも一つなんですけども、それを無視して言葉だけを使っていくっていうのも一つの方法なんです。ただ、その場合、それを再現できるかどうかっていうことなんです。で、もうちょっと簡単に言うとね、別の比喩で言いますと、非常に難しい、理屈とか論理とかって話す方がいます。深い学問してる人。例えば、量子コンピューターであるとか、それからヒッグス粒子であるとか、データサイエンスであるとか、そういうことを皆さんの前で話すとき、同じようなレベルの人が聞いてるならいいんです。それはもう、こっちがわからない言葉が飛び交います、きっと。英語とか中国語と同じですよ。で、それで分かっているんですから、それいいんです。でも、もしも、それを浸透させたり、広めたり、共通理解を得ようとした場合は、分かる言葉で話さなきゃダメですね。その分かる言葉で話すというのは、ある意味で、俗っぽい言葉を使わなきゃダメなんです。例えば、であるとか、これはこういうことと同じだよ、っていうこととかね。それとっても難しいんです。もともとが発想の少ないことを、現実的に話すんですから、とてもこれは難しい言葉になります。で、それがだから再現っていうふうに言ってるんですね。ですから、例えば、ヒッグス粒子のこととかね、量子コンピューターのこととか、まあ、マルクス主義でもいいですよね。
そういう難しいことを話したときに、自分の言葉で話せなかったらば、それは自分のものじゃないんです。逆に言えば、わかりますよね。この人の言ってること全然わかんないやっていうのがあるでしょ。で、それは、その人がちゃんと咀嚼できてないっていう可能性があります。自分の血肉になってないってことね。だから、聞いたことをそのまま話すっていう、なんて言いますかね、どっかの講演を受けてきて、誰かの前でまた話すっていうのよくあるでしょ。で、その時に講演テープをそのまま流してもダメなんですよ、やっぱりこれ。やっぱり人を介してそれを必ずするっていうね。で、論語で非常に重要なのはね、こういうことがあるんです。伝えるっていうのは人を介す。で、これだけ読んだ中ではね、物事を伝える、表現しているってことは全然書いてないでしょ。書いてないんです。これ考えてるだけなんですよ。だけど、人としてこれを教訓として、なるほどって思って考えても何もないでしょ。これは表現して人に伝えないと、この言葉っていうのはその人が本当にこれやっていたかどうかってわからないんですよ。だから逆に言えば、表現されている言葉、話を聞いてよくわかるってことは、その人がこれをちゃんと頭の中で回してるってことになります。回してます。例えば難しい論理を言いますよね。それをその人はどっかで学びました。で、自分で一生懸命考えてました。考えていて自分の言葉で話しました。だから我々にはわかるんです。それが伝えるには人を介すって言って、これですね、言葉で再現できなかった。ですから、よく言いますけど、難しい経済用語で、持っていくとか、あるいはカタカナ言葉でずーっと話しているっていう人がよくいます。そうするとね、権威があるように見えます。そう、とっても。だけど、ああ、なるほどなっていう。よくテレビかなんかで、災害のこととか、人生相談とかっていう出てきますよね。で、そういう人がいろんなこと言います。いろんなことはね。で、その時にね、脳科学者とか、そういう人がよく出てくるでしょ。で、そういう時に、いろんなレベルの人がいるんですよ。その時に、脳科学ではそれはこういうふうに言います。って言ったって、聞いてる人は、だからどうしたってなるでしょ。でも、脳科学者だっていう人がいて、平易な言葉で話してくれたらば、ああ、すごいと思うでしょ。我々と同じ言葉を使っていても、この方は、脳科学者なんだっていう、納得、説得ができますよね。説得力があります。我々には納得力が出てきますね。で、そういうことがこれなんです。縦と横、上と下ってことですよね。これができなければダメだってこと。で、特にね、私なんか思うんですけども、高い学問、深い学問を収めてしまった人っていうのは、高い学問、深い学問の言葉があるんです。漢文でもそうですよ。で、その言葉をそのまま使ってしまうっていうのは、その人は二流です。二流です。ただ問題なのは、使わざるを得ない場合があるんです。使わざるを得ない場合。で、それはまだ我々には、その人口に会社っていうんですけども、一般的に広められないレベルのものなんです。だからそれはやっぱり時間かかんなきゃダメですね。人々の間で言ってる言葉の中で、伝わってくると分かってきます。分かってきますけども、結局難しい言葉を使わざるを得ないっていう言葉はまだ我々には受け入れられないんです。文化になってないってことですね。それが少しずつ少しずつ簡単な言葉、平易な言葉で回せるようになってきて、初めて文化っていうのは広がってきます。特に高い学問、深い学問をしている人が最近では我々の身近なテレビによく出てきます。その方々が難しい言葉を使ったときに、それはこういうことを言ってるんですよ。例えばこうですよっていう言葉で説明してくれたらね、わかるんですけども、どうも最近の人はね、そういうのができないのが多いですね。言葉の種類が少なすぎます。中年ぐらいの方はまだ人生経験が少なくて、俗人と、交わってないんですよね。研究室ばっかりにいると。そういう人たちはやっぱり、テレビなんかで話していて我々とは話できないです。で、逆にこっちなんですけども、これも難しいことがあるんですけどね、
思いて学ばざればすなわち危うしっていうのはね、これはね、自分で考えて学ばなかったらばとても危険であるっていうのね、これはこのことを考えてみればすぐわかります。最近は個性重視、個性重視って言いますけども、個性というのはとても尊重されます。尊重されますね。個性というのはどっちかというと自分で考えたこととも同じです。 でもそれは変わってる人っていうのは個性的な人なんですよ。だけどその個性的な人が多くの集団の中で受け入れられるかどうかっていう問題になります。でそれが学ばざればと同じです。これ思ったことが受け入れられるかどうか、もしも受け入れられなかったらそれは危険ですっていうことで、これはそうです。現代ではね、受け入れられなくても認めろって言われてます。これ違うんですよ。これがごっちゃにしちゃったらこれになりますよ。非常に危ないんです。めちゃくちゃな性格を持っていて、集団とうまく生活できない。それなのに認めろっていうことを言い出す教育家が多いです、最近では。これとっても多いです。これはこの人の個性なんで。教室の中で暴れ回ってる。個性なんで。それを押さえつけた。それは暴力だ。すぐ言うでしょ。でも押さえつけないと、そうではない人たちがとっても迷惑します。だから個性っていうのは、まとめるとどういうことかというと、環境の中で認められなかったらば個性にならないんです。いくら素晴らしい個性を持っていても、環境の中で認められなかったらダメです。だから、暴れ者というのは個性ではないです、あれは。認められないんですからね。で、認められるかどうかわからないなっていうふうなことを考えられる時間があるのは個性のうちです、まだ。迷惑かかってないですからね。で、それが、その前の段階で、その認められるかどうかっていうのを口で話す前の段階がこれなんです。これとってもこれ、深いことを講師は言ってるんですけども、ここまでこうやって、読み取ってくるとね、これを、わかると思います。自分の言葉で再現できなかったら、自分のものではない。自分のものではないっていうことは、責任もないし、もう一つはね、分からせることができないです、これ。自分だけ分かっていてもダメですよ。自分だけ分かっていてもダメです。人に分からせられなきゃダメです。それは、両方ができてないとダメですね。これは、通用しません。自分だけ分かっていてもダメだってこと。これは、特に、理科系の人とか、文化系でも、専門的なことを収めている方っていうのは注意した方がいいです。経済的な人もそうですよ。経済的なことを人に話すときなんかもそうです。テレビなんか出る人なんか特にそうですね。優しい言葉でやらないと人々っていうのはそんなに学問はないですから納得しません。このところよく注意して上に立つ人は表現するようにしてください。本日は以上です。あるある